小惑星の位置を表した図。ヒルダ群は褐色である。2005年1月1日におけるヒルダ群天体の位置。サズの灰色は木星軌道まで全ての小惑星。ウズの灰色はヒルダ群天体の軌道2005年1月1日におけるヒルダ群天体とトロヤ群の分布を、指針を経緯により木星付近を中心として描いた図。中央横軸が王道面。 ヒルダ軍は小惑星帯と木星軌道の間にあって、木星と2、3の軌道共鳴状態にある小惑星の軍。軍の名前はヒルダに由来しており、命名されていないものも含め4000個以上がこの軍に分類されている。軌道長半径は 3.7au から 4.2au、離心率は0.07以上0.3以下で、軌道傾斜角は20度より小さい。 D 型、または P 型が多いが、一部に C 型もある。ヒルダ軍やトローヤ軍に見られる D 型や、P 型小惑星の表面色は、水星の核のそれとよく対応している。このことは、これらの天体の表面が、同じような鉱物で覆われていることを意味しており、また同じ起源を持つことを示唆している。ヒルダ軍には、起源の異なるヒルダ族とシューバルト族があるとされている。 ロシア科学アカデミー応用天文学研究所のタチアナ・オリイクサンドラベナバイネグラドバは、さらに4つの族が存在するという研究結果を発表している。2、3の軌道共鳴関係にあるため、ヒルダ軍の天体が演説圏を通過する際は、太陽を挟んで、木星の反対側、あるいは木星より60度ほど前か後ろのラグランジュ点の内側、このいずれかの位置関係になる。 太陽と木星を固定してみると、ヒルダ軍の天体はこの三つの演実点を通過する。あるいはある時点における、ヒルダ軍天体全体を見ると、中段の図のように三つの演実点を頂点とする、ヒルダトライアングルを形成する。ありがとうございます。